さあついにこの時が来ました。翼くんと水崎くんプロとして対決です。日本サッカーの将来を担う両雄、果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。どうもタブヤンです。美咲くんのいるマルセイユと戦いたいと思います。お、翼くん君と戦うのも2年ぶりだね。プロになってワールドカップ出場も諦め、美咲くんその時はまたコンビを組もう。試合中に言うことじゃない。そして早口シャンパンサッカー見せてもらおうか。美咲くんファルコンかわされる。美咲対ジウ、ジウくん取った、ナイス。さあ音楽変わってる。いつもの4-3-3でいきたいと思います。ワンツー、スリートップは左ジウ、右テスタ、センターフォワードファルコン。プッティにボール取り返された。10番翼、8番ストラット、取られたら取り返せ。激しい中盤、さあチャンス、後ろに引きつけて翼に戻す。トラップして翼ドリブルだ。ドリブルドリブル、普通のドリブル。強烈なタックル、嘘、翼からボール取られた。やるな、お互い守備が力を発揮している。リベリーの対美咲、美咲トラップする。ストラット戻れ、ストラット、よし、ストラット追いついた。タックルだ、行くぞストラット、抜かせん。うわー、バランス崩しながらかわされた、抜かれた。くっそ、ストラットでも止められないか。戻れー、みんな戻れー。あー、美咲くんに翼くんがついた。いけ翼、行くぞ翼くん、勝負だ。よーし、取ったー。あー、もう一回だ翼、ワンツー。リビリーノくんリターン、ブランくんが来た、シュート。どうしようか、確実に1点取ろうか、ネオサイクロン行くか、ドライブオーバーヘッドにしよう。嘘、反則、PK、PK です。だいぶガッツ消費したな。ストラット決めてくれ。こっち。よし、あ、ゴールポスト、嘘でしょ、ストラット。何してんのよ。わ、だいぶもうディフェンス下がっている。決定的なチャンスが、1点が遠い。よし、右サイド空いた、テスター、テストから、テスターからセンタリング。まだ相手のキーパー見てないよ。よし、ドフリーダファルコン、いけ、ゴールエリアで決めろ、ヘディングシュート。うそー、コーナーか。ジュニエール君カット、ナイス。あーっと、追いつかれた。これ取られそうだな、怖いな。翼にセンタリング、あ、パスか、パスでは無理じゃない。お、届かない、よし、通るか、翼ガッツがない、オーバーヘッド、
決めろ。よし、ゴールキーパー。あ、美咲くん、そう、おお、怖い。初めてキーパー。どうだ。よし、ゴール。苦しいところ、翼くん決めてくれました。貴重な先制点。もうお疲れだね、翼くん。ドライブオーバーヘッド PK で止められたっていうね。さあ、ディフェンス、ディフェンス、前から。ファルコン、自由、タックル。結構フランスドリブルが多いね。美咲くんも含めて。止めろ。うーわー、デューラン、キレがいい。プレッシングサッカーで結構みんな行ってる。セレーゾ、ストラスト、翼は動かない。ストラットに任せる。さあ、ここだ、勝負。あ、パスされた。ストラット、体に当てろ。なあ、当てたけど。美咲くんに通ってしまった。大ピンチ。お、石崎いった。石崎、顔面ブロックでもいいけどな。どうする、顔面ブロック顔面ブロック、いけ。あー、パスか、美咲。よし、取った、石崎。さあ、何回もはできない顔面ブロック決めました。いけ。テスター、ボールキープ、カウンターだ。一人で行け、テスター。大人のサッカー見せろ、テスター。9番ドフリー、ファルコン、センタリング。ゴールキーパー来るか。ティトが来た。スルーでいいかな。いや、シュートだ。ファルコン、シュート。キーパーパンチ、このこぼれ球、ダイレクトに行けよ。決めろ。自由ボレーシュート。もう倒れてるんじゃないの。届かない。お、ゴールポストかい。くわ、ニコル、競り合い。うわー、このこぼれ球、美咲くんとセレーゾ競り合い。うわー、クリアじゃなくてボール取った。やばいぞ。石崎、もう前からプッシング、完全にパス出したらオフサイドでしょこれ。石崎タックル。おお、ナイスカット、石崎。残り4分。うわ、狭いとこ、狭いとこキープして、ストラットに預けたいね。ストラット、元気満々。さあ、いけ、ストラット、一人でいけ。ワンツー使っていけるでしょこれ。いける、いける、ゴールまで。無理だって。よし、やった。オスカリダン、オッケー、スタート。トラップだ、ここトラップ。キーパーと1対1までいけるか。ストラット、いけいけいけ。ブランが来た、なんだって。ドリブル、かわす。あー、マジか。そこで笛吹くか、キーパーと1対1なのに。いや、これ1点を争う好ゲーム。翼くんはちょっともうちょっと休ませてからね。うん、おっと、自由にマークがついてる。戻せ、トニーニョセレーズへ。石崎くんに似ている、トニーニョセレーズ。ライン作ってるのか、オスカー。
いやこれ1点勝負は厳しいな。もう1点取りたいね。よし、ストラットがフリーだ。ストラットガッツ満タン。前半終了間際のこのねフラストレーション、ストラット行こう。一人でワンツー出す相手がいない。ワンツー出す相手がいない。逆サイド自由フリー。ストラットのボールキープ素晴らしい。自由はトラップできる。自由決めろ。キーパーと1対1だ。シュートだ自由。あー向かってきたか。ミサキとリベリーノ。うそー、余裕があるね。ミサキパスだってクリア。これチャンスじゃない。よっしゃー、ナイス。フリーですよ、フリーですよ。2番上がっていかない、上がっていかないの。セレーゾ上がっていこうぜ。オーバーラップ。なんでと、セレーゾ何してんの。あー全然アイコンタクトでき、攻める気なかったんだ。トニーニョセレーゾ何してる。パスカットだな。おお、ドゥランはドリブル好きだね。やばい、戻れトニーニョセレーゾ。左サイドはお前の担当だ。アルボが初めて出てきた。おお、ワントップシュートか。きたー、レナート初めてじゃない。今日初めてレナート。頑張れレナート。体アップできてない。おお、ボール、あーコーナーかー。うわー、これ美咲くんかな。コーナー怖いよー。うわ、美咲くんのダイレクトシュートだ。これはやばい。石崎顔面ブロックー。うっそ、誰も届かない。あーこれやばい。初めての美咲のシュート。おお、やった。緊張感があるデュラン。ドリブル好きのデュラン来るぞ。パス、センターリングじゃなくてパスだよね。どうだどうだどうだ。どこに行く。弱まったけど、アンギーユにパス。誰だアンギーユ、どこだ。ああ、アリークロス来るか。シュート、誰かディフェンス。よーし、さすがストラット、頼りになるな。あ、翼トラップでいいんじゃない。トラップ、あー競り負けた。美咲くんとテスタクリア勝負。うわー、ゴールキック。よーし、よしよしよし、守ったぞ。いいぞいいぞ。うわー、こんな最小失点差の石崎。ガッツは、ガッツ600。一回戻せ戻せ戻せ。しっかりつなげ。ジュニエール、テスター、テスター、しっかりしっかり体を使ってキープしろよ。よし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 、オッケーオッケー。あ、10番美咲くんの近くかな、これ。怖いな、やだね。ちょっと嫌な位置だねこれ。逆サイドに展開したい。うわ怖い。オスカー、逆サイドに展開できるか。よし、オッケー。トニーニョセレーゾから左サイドへ。胸トラップばっかりで怖いな。よーし、自由が空いた。
いいサッカーしてますよ。たっぷり時間を使ってね、ライン際までドリブルだ。いけいけいけ。さあ翼くん、388、もうちょっと休ませておくか。切り込め、ドリブルで、ドリブルで決め込め、切り込め切り込め、自由いけ。うわみんな来たよ。ワンツーでいいんじゃないここ。まさかのゴールエリア内でのワンツー狙い。嘘、取られたか。でもこっからだとなかなか攻めづらいでしょ、向こうもね。タックルタックル。あ、パスしてきたか。さすがに。うわ、美咲くんは味方を使うシモンって初めてだな。やばくない？大丈夫か。うーそー、届かないぞ。美咲くんなんかチームプレイするから助かってるよね。クリア。うーそー、翼くん届かない。残り5分。あ、美咲くんここできた。中盤ストラット止めろ。よし、翼ストラット、翼もここはタックルだ。ここで美咲を止めれば勝てる。大事なとこ。うわー、かわされた。翼さん、ここ緊張する。よーし、取ったー。これは大きい。翼もキープだ。このまま残りガッツは300。いけ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 。翼一人でいけ。ゴールキーパーまでいけ。いや、1対0なんて初めてかも、キャプテン翼で。ヒールリストだ。よし、もう笛なる。よーし、まさかの1対0で勝利です。美咲くん元気そうだね。翼くんも相変わらずボールは友達だね。美咲くん、フランスでプロになったんだね。うん、でも今よりもっと力をつけたら日本に帰るつもりなんだ。やっぱり僕らの夢は日本のワールドカップ優勝だから。そうだね、みんなプロになっていくし、その日が来るのも間近だね。その日を目指してお互い頑張ろう、美咲くん。あ、若林翼、ついにこの日が来たな。プロで対決する日が。若林くん、プロとしての経験は君の方が長い。ハンブルグでしょ、ドイツの。だけどサッカーにかける思いは同じだ。全力でいくよ若林くん。よし、ちょっと待って翼、お前の相手は若林だけじゃないぞ。翼、お前の活躍はドイツまで届いているぜ。プロになっていきなりキャプテンとはね、所詮サンパウロもその程度か。何？試合ではブンデスリーガーのレベルの高さを思い知らせてやるぜ。せいぜい頑張ってサイクロンだか台風だかを打つんだな。バカにされてる。すまんな翼、あいつは昔南米のプロチームに入ろうとして拒否されてな。それ以来南米のチームにはあんな態度を取るんだ。根はいいやつなんだがな。ポブルセンか、読みにくい名前だな。次回ドイツハンブルガー SV と対戦です。レベルアップです。ほぼ全員です。次回もお楽しみに。さよなら。